はいこんばんはデイリーサッカーニュースフットフライデーの時間がやってまいりました今日はアーセンベンゲル特集ということで、えー、西谷隆之さんにお越しいただきましてよろしくお願いします我々2人でお伝えしてまいりますグーナーで,でいきますかグーナーでお願いしますあのー、忙しくなったみたいではい急にそうですねえ、監督就任おめでとうございますはいありがとうございます頑張ります 急に新し,、ね、新しいチャレンジをやっぱりこのベンゲルさんの指導でいろいろこうね哲学をためたものをしっかりやっぱり出していかないと、ねですね、アウトプットしていかなきゃいけないですね,ね2つ目水戸から今度は相模原で、はいはい、また本当にちょっと違ったこうカテゴリーになるのでまたいろんなものを見ながらあのチャレンジしていきたいなというふうに思ってますいいんじゃないですかスタートからだからもう自分色になんか新しい選手たちと。 まあでもやりたいこともありますけど、ええ、まあでもやっぱりそれはこうチームを見ていきながら、選手を見ていきながらなので、はいええ、どうでしょう、やってみて。いますか、アンリとか、エジルとか、<laughs> あと、あれだろうな、ベルカンプも欲しいな、その辺がいたらね、もうね、立ってるだけでいいです、別にトレーニングする必要ないです、全く。で、ベンゲルさんみたいに、じゃあ21年、22年、はい、相模原で。いやいやまずは、まずは1年しっかりと、ま,ま,ずはりまずは1年しっかりとやります。チーム作りを、はい、どれくらいできるかをぜひ 楽しみにしております。応援にもいきたいと思います。してくださいね本当に。みんな口だけなんで気をつけます。アセン・ベンゲル監督、これ言ってしまうとアースダル・ベンゲルってのは、まあ我々も繋いでくれた縁でもありますし、まあもうそれいつからの出会いかなって遡って今回お話いただいて考えてみたんですけど、多分僕より覚えてますよね。記憶はあると思いますけど、多分。 そのベンゲルアースナルが多分もしかしたら西尾賀さんとの僕とのつながりも作っもうまさに作ってくれたというふうに思っているので、ええ、本当に確かに長いですよねそいはだから最初きっかけ覚えてますまあ僕らとかでアースナルに多分行こうっていうところの前後ぐらいでしょそうですよね本当にそのとつかさんとつか計算はいとかの結婚式の二次会とか多分あの辺のあたりだと思ってるんですけどはい。 戸塚カさんライターの結婚式があり、はいはい、そこの二次会のところで多分また編集者の方とお会いして、はい、でロンドン行く、ロンドンに汗なる二次会行きますっていう話がだいたい、おおいやーぜひぜひ,ぜひ、そう、という時にそうコラム書いてんだったらどうみたいな話を歌、で僕はお願いしたんですよね、そうですねそこを伺う、えー、そういう話を受けたのでじゃあ。 やれるやってみますみたいな形で向こうに行ってその中であの頃まだなかなかネットが普及してなかった結構大変なあれでしたけど何とかいろいろそういう中で売って原稿送ってもらったりとかやった中でプレミアシップマガジンはいありましたど僕スーパーバイザーっていうのやってたんですよねそのコラムを書かせていただきましたねはい毎月原稿送ってもらって写真も撮ってもらってそれをこう連載してもらってそうですよね それがちょうど僕が200年2002年で年引退して大学院受けた時の時ですねうまくこう夏休みを利用してまず1回目行って、はい、でそこで汗のトレーニング見て「いやこれはもうちょっと長くいなきゃダメだぞと」と、うんうん、で最後のお,いあのお別れする時にベンゲルに「もうちょっといさせてくれないか」っていう話をした時に「はい、いやいつでも来いよ」みたいな話を言ってい,ただいて「じゃあ1年ぐらい行きたいんだけどなと」っいやでも1年はちょっと長いぞ」と。うん うん、でロンドンは冬は寒いし、うん、この暖かい時期にいいんじゃないかみたいな形で言われたのでもう8月に行ってもうすぐ戻って9月の,あの末ぐらいからまた授業の関係の全部あれを整理をして、はい、<す>準備してすぐまた,すぐまた3ヶ月ちょっとぐらいですよねそもそもベンゲルさんと西川さんの出会いはグランパスの監督選手のそうですね96年のその本当に彼が半年しかいなかった時ですけどその中で。 まあ95年にね名古屋が天皇杯優勝して、はい、やっぱあの躍進をして、うん、でそこからあの半年間の中で、まあ、彼にいろんなことを、まあ、教わったというかそのいろんなことをこう自分の中で受け止めた中でやっぱりその部分が今でも残っていてなおかつ引退した後にやっに指導者になろうと思った時に、まあ、自分の原点じゃないですけど、うん、まあそういうものをしっかりまず誰にいくかって言った時にやっぱりベンゲルさんだなともちろんその時もねある程度あそこアーセナルはあそこまで行ってたんで、うん、もうこの。 では使うしかなないじゃないですかちょっと半年お世話になった人がすごい監督になったわけなんで、うん、そう使うしかないじゃないですか、はい、普通じゃいけないわけですもんねでもなんとなくもう忘れてるかもしれないですけどね、うん、ベンゲルだってあれだけ選手変わってるわけだし、うん、僕なんて半年ぐらいしかいないわけだけど、うん、でもそれでも何とかずうずしくいってやろうみたいなね、まあ、そんな感じで本当に最初はちゃリい<ー>ってでもそれでもやっぱりベンゲルさんのすごいとこはもう 自分が関わった選手たちっていうのを常にこうウェルカムしてくれて今振り返ると当時の,そのトレーニングメニューとか、はい、西貝さんがもう毎日こう通って、はい、あ今日はこういうことやるんだああこういうことを教えるんだみたいなものが、まあうん、ノートにずっと記して記録で残してあったりしたわけですけど、はいはいまあ、トレーニング自体はいつもその皆さんも結構 見ていいると思いますけどそんなに例えば名古屋のやってきた頃と変わらないっちゃ変わらないところもあるんですけどでもやっぱりその常に自分が笛を持ってで、うん、自分がストップウォッチを図って、はい、やっぱそのタイムスケジュールっていうものトレーニング体制のスケジュールだったりとかっていうのを結構しっかり管理してるんですよね。その90分間のトレーニングの中でそのトレーニング時の移行で 1>,、はい、1つの,そのトレーニングの時間、はい、でそれを何セットやるレストがどうこうこあのレストの時間。うん っっってていうものものしっかりこだわってるんですよねいやそこはやっぱり僕らが名古屋で受けた時とも変わってないので、うん、やっぱりそこの管理能力というか管理する選手のコンディションのところも含めてっていうのはやっぱり素晴らしいなと思いましたしなかなかそういう監督いないですからね。今でこそある程度フィジカルコーチだったりとかってこうセパレートになる部分はありましたけど、うん、まあ僕らが名古屋にいた時はやっぱりもうそのアップのところはボレーありますけどその後のところのトレーニングで結構もうそのままベンギル,<全>ルさんだったので。 今でほど分業じゃなくて、ええ、そういう意味でやっぱりこう監督として全部トレーニングあの戦時的なトレーニングも必要ですけどそのフィジカル的な要素の部分もしっかりあの勉強されてるというか栄養の部分もそうですけど、まあ、だからいろんな部分をトータルでやっぱり監督が知識を持ってるっていうのはすごく大事なことでそれをしっかりこうまたフィジカルコーチとしっかり選手の状況を把握しながらとかっていうふうに、うん、コミュニケーションを取るっていうのがやっぱり 本来理想でであるわけじゃないですかでそこを任せっきりじゃないっていうところがやっぱりベンゲルさんのすごいところですし多分そこをしっかり見ながら多分またコンディションの話をするでだからトレーニングが例えば途中で今日はこの選手多分60分のトレーニングで終わりとかじゃあ今日はもう出なくていいよ今日はプールでいいよみたいなことを多分アーセナルでもやってたので,でやっぱりそこの見る目っていうのはすごく素晴らしいというかもう洞察力はすごく感じましたよね。 で指導者キャリアと言いましょうか、アースタルの視察、はい、その研修に行ってた時に、はい、西谷さんベンゲル監督からこんな言葉をかけられております。ライクがピアニストですね。はい。これがその向こうに最初に行った時に、やっぱ指導者を始める上で、あの選手にとって何が大事ですかっていう話をちょっと食事をとってた時に聞いたんですね。はい、そういうふうにライクがピアニスト。要はボールを扱うのは ピアニストのように両手で両足扱えるようにボールもならなきゃいけない左利き右利き関係なく両足でちゃんとボールを扱えるようにならなきゃいけない選手、はい、それがやっぱり理想のサッカー選手だって、えー、でそれってトレーニングの中でもあの基礎トレーニングだったりとかあのボールトレーニングの中で必ず左右交互にやるセットが多いんですね。右右右。足使ったららら左、左から右、左かか それ,やっぱそれって動きの動作の中でも重心移動とかっていうことも含めてもしっかりこう大事にされてるところがあってやっぱそういうところがトレーニングでやることですごくゲームの中で出てくるじゃその指導の中で、まあ、ピアニストのようにいろんなことが器用にできるようなトレーニングメニューを提案する,提,案する提供することでチーム作りはうまくいくよというヒント、はい、もありますしやっぱりサッカー選手として大事なのはその特徴も大事ですけどやっぱりボール扱いっていうものの左右。 均等にできることがやっぱり選手とととしてては重要だだっっいうところだと思うこ思んですねやっぱボールが右から来たら左に流れるし左から来たら右出しっていうところの中でやっぱり片足だけじゃなくて左右使えることでやっぱり一瞬の判断変えられますし、はい、コントロールの変化で、ね、次の展開が変わってくるっていうところのじゃないかなっていうふうにただ僕はちょっと深読みですけどね自分の中でですけど。はい、はい その部分をしっかりこう言ってる中でこう例えばアーセナルの選手のボール扱いのところの右から左とか左から右右,右左右とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうところをちょっと見ながら自分の中であこういうところが多分あのトレーニングの中での成果じゃないですけどの中でやっぱり行うことで自然に出てるんじゃないかなとかというかっていうのはすごく自分の中で感じてじゃそれを少し育成年代のコーチの時にも落とし込んだりとか。 伝えててきたたこととはややっっぱりあましみようなるほどね2002年これ記念にその当時のその当時の時にありましたこのユニフォームねまあサポーターと同じですよね買ってこれ誰ですかこれはピレスですねピレスに書いてある「ベスト・ウィッシュス」2002年9月12「頑張れよ」とそうですね7番後ろもはいピレスこれは普通にスタジアムで買ってピレスのユニフォームで本人に「 書いてくれっつってちょうど彼も前十字人体帯をやって手術して上がりぐらいの時だったんですねだから最初はリハビリだったんですよファン・ブロンコホルズとか僕も怪我してたのでやっぱそういう選手のところあとキャラクター的にもねすごくちょっと控えめだけどやっぱり技術もあってっていうところで一番サインを書いてもらいやすいかなっていうグに書いてくれって書いてくれるんじゃないかなみたいな感じだったのでそこでちょっと。 狙っていったんですよ,いいよしたら入ってもらったんですよ当時だって相当豪華なメンバーでしたよねそうですねだ本来だっても税にもらうぐらいのね、はい、あのものがあるばよかったんですけどねえなかなかいけないもんね <laughs> いやでもそれもらったら今これもっとどん価値が,上がる価値が上がるようなすごいレプリカユニフォームになってたかもしれないですけど、はい、アーセルのトレーニンググラウンドに入れる人って本当に一握りと言いましょうか、はい、あの許された人たちだけですけど、はい まあ僕もちょっと行ったことがあってクラブハウス入ってでベンゲルさんが日本で知った学んだエピソードの一つああのクラブハウスのことですか、はい、靴を脱ぐっていうのが、はい、あのスタッフの方はすごく驚きだっうあそうですよね、はい、日本式の,そのクラブハウスがあって靴棚があって、はい、玄関行って選手が靴を脱いでサンダルを出してそこからスタ,スタ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 って入っていくわけですからね。はいえー ヨーロッパじゃないですよねヨーロッパでは大体もうすべて土足といいましょうかで靴で1階でも2階でも1階で下駄箱があってそれ僕はクラブのスタッフの方に説明されましたこれはベンゲルさんが日本でいいことだと知ったんでこの新しいクラブハウスはそのシステムを導入して履き替えろうと、はい、そうですよねでレストランに上がっても,でもそうですねでもレストランは確か靴で行けたんですよねそのまま、はい、ああそうだったかな<で>、はい、その 玄関の入っている事務所から奥の選手のこいすのところはもう完全にサンダル,、うん、ンダルでした、ね、みんなああレストランはそのままガイルの人間が入った時はそこからレストラン行くじゃないですか、はい、上がってくるじゃないですか、ええ、で選手は多分下からののもこいす、ね、からも上がってくれるじゃないですか,、はい、か多分そこのところは多分分けてあったはずですよね記憶があそうちょっと飛んでますけど僕レストランで何人か選手は朝、はい、あのちょっとカフェして新聞見たりするタイミングで、はい 僕写真撮ってましたねレストランでアンでアリーとビエーいやーもうねだってそこにいたのは当時言ってしまった僕とであとあれですあれですれシュケルで S 級撮りに行った森保ですよね森保三人しかいないんですこれ見ましたもんその雑誌こんなに写真撮ってんだこれでそのもう本当のレストランに選手とその三人しかいないんですよゲストが<う>これどう これ行かなかったら多分一生後悔するなと思うじゃないですかすごい,いい笑顔してましたあの写真、はい、いやこれ行かないとと思ってあのアンリさんすみませんサイン終わったら向こうもここまで来た人っていうのは誰かしらの関係者だっていうゲストだってああおいよいよって言ってみんなの中ですみませんって写真撮てってなんですかねああいう時ってすごく恐縮しますよね恐縮本当にだって実際僕より年下なんですよね、はい、選手とかって、はいはい キャンベルとかにさっき話ちょっと話それますけどライズマンねグランドでトレーニングでベンゲルライズマンやってくれって言われた時にライズマンやってちょっとラインコントロール彼ミスしたんですよオフサイドじゃなかったんですよだけどこれオフサイドだろうみたいな感じで「あジャパニーズボーイ!」みたいな感じでねにらまれたんですよえみたいなそこまでみたいなそうでもあいつ俺より年下じゃんと思いながらもでも 風格とかってもそれはう相当ですよみたいな感じになったけどいやでもき然としてみたいな感じでやった記憶もありますしああいうとこにいてもうちょっとね堂々とすればよかったなっていうかいろんなこと考えちゃってそこはゲストだからゲストが写真撮るっていうのはななんじゃいあれですよね本当に僕らそういうの日本人でダメですよね。あそこに来てる人かかかん いや当時はもうずっとそうもう目の前でお茶してんですよいやーこれどうしたどうした行った方がい,い,いやいやそれは失礼かなーってずーっと考えてたそうですよねで最後はもういやこれ一生後悔するそれ日本人の多分悪いところ悪いところなんですか、ね、もっと行った方がいいと思ってた,、ね、たんですよだベンゲルさんとかも「すいません」って行ければよかったんですけどけわざわざお酒持ってったんですよ僕も持ってきましたボルさんとか好きだって聞いたもんだから「いやこれはじゃあちょっととびっきりのやつを」って言って、はい でた「おお来たかジャパニーズ」みたいな「今名古屋どうだ?」いやニガ頑張ってます」みたいな話してボロさんとベンゲルさんにこれ持ってきましたって「おか日本酒日日本本酒酒ですよねが」って言うて日本酒が聞いたからなんか日本酒がいいのかなと思って喜んでくれてそのついでに「すいません」っていけなかった最近これもなかなかこれ僕も持ってますけどアースタルの日本オフィシャル ファンクラブアースタルジャパンの西川さん名誉会員、えー、ナンバー 1, 1名誉会員の1番頂い,いてますねはい、はい、これも、えーまあ、この方が向こうにいてそうですね代表というか向こうのロンドン、はい、在住されてるキャンベル美香さんという方がきっかけでっていうとこですよねもともとアースナルルーナーで日本人の方で、はい でアーセナルをもう少し日本に広めたいでサポーターズクラブもありますと、はい、でもなかなか会員が広がらないので何かこう力を貸してくれませんかっていうところで、はい、あの第三者を通じて紹介されてですねでその時さっき言ったコラムを書いたので僕が、はい、じゃあコラムにそういうサポーターズクラブがありますよ、うん、それぐらいでしか協力できることないんですけどっていう形でまあ紹介してでそしたら少しこう認知度が広がって会員数が伸びたっていうところで。 会員にさせていただいたい名誉会員貢献してるわけですね。はい、でもこれも西正岡さんも同じですもんね。<れ>はい。僕十番ですね。名誉会員十。えー、いや何番にしますかって言われたんでじゃあ僕まあ高校までですけどフォワードだったんで十、ね、<laughs> これ持ってるとあのエミレーツのチケット取れるんで。知ってますかね皆さんそういう情報ね。えー、いやそうなるとまた喜んででもこれを頼りに。はい あの現役 J リーガーが頼んでくるっていう、ね、そこをちょっと買いにね入らないといけないんですけど、うん、やっぱここら辺の思い出グッズはいいですねこれもうその2冠の時ですよねマジからは取ってるはあ合わせた時んダブル取りましてそうだねこういういい時代があったんですよす、ね、かったんですよ本当にこの頃はこの頃はやっぱ見てて楽しかった楽しかったですよねあ ハイビルの時はどこでで見てたんですかもうチケットはその時はもうその時々もうそれこそ3万8000円しか入れなくて今よりもプレミアだったんで、はい、その時はも毎週あのピカデリーサーカスの地下にそれこそミュージカルとかを扱ってるチケットのボックスオフィスがあるんですよそこがなぜかアーセンのチケットが流れてくる入るでちょっと割高なんですよどうしても。 でそこに雇用通って、はい、でなんとなく一枚だったら、なんとかなるんですよ。はい、もうないってことはビッグマッチはないけど。はい、でそこ通って、でその都度。買って、廃場に行って、もう一人で、いろんなメインもある、バックスタンドもある、はい、ゴールラもある。でもその辺はさすがですよね。わかりました。僕はやっぱりちょっとチケットもらってたじゃん。チ、はい、ーズコスメでもらってね、見せたからっていうと、はい、やっぱりそうやって買う で本当にハイバリーって入れなかったですねなるべくそうですねで当時あの僕98年99年に住んでてチャンピオンズリーグウェンブリーだったんですあの時は楽だったんですよねチャンピオンズリーグ低下10ポンドでまだ埋まらない古いウェンブリーでも要はもう当日券全然入れた全然入れちゃったそれが今やねちょっと もう入手困難になっちゃいま,ますよ、ねうん、どどんん値上がりしてす、ねはい、今一番高いクラブですもんねチケットそうですね、はい、プレミアリーグの中でももう一ときやっぱりロンドンだからっていうのがあるのかなそれがやっぱりベンゲルさんの言うその結果だけじゃなくて見せる魅了する楽しいサッカー。うんあれは回収 お金のあれはある程度もう済んでるんですよねだいぶもう落ち着いたんじゃないですか詳しくは知らないですけどだからまあバンバンここのあの瞬間に上がったんですもんねやっぱエミレツの上がりましたよ上がりましたなかなか見れないですよねあんな値段で毎試合毎試合いや本当にシーズンッと買えないですよね買えないですねできればね1年間ぐらいちょっと仕事休んでいきたいぐらいですけど本当そうですよね寒いですからねロンドンはねこの時期は正直あんまりおすすめしないですねですよね でえー、西谷さん2002年、はいえー、20032004年シーズン、はいまだ破られない無敗優勝、はい、当時がまあゴールデンメンバーかなということでその当時、まあ、前年もそんなに変わらずでしたそうです、ね、だからコロトレがまだ僕が行った時にはボランチやってたりとかして<ー>この年にセンターバックとしてある程度落ち着いた。ええ それが真ん中からちょっと下がったんですよねセンターバックにコンバースされた年だと思います<ー>この年はキャンベルいたけども次のキーオンだったりとかあのアダムスが引退した後でじゃないですかちょコニーアダムスあの辺が23年引退した時になかなかセンターバックがこう決まらなくてで最終的にコロが落ちたみたいな形になったんですよ、はい、コロつー仲良かったんですか仲良かかっったたといいいうか本当にに初めて車に乗して車乗もらったんでですよねあ選手の中はは その時当時まだ自分が車のあれを取れてなかった時に常に2時間ぐらいかかったんですよバスで練習場行くのに最寄り駅がないから車がないといけない練習場ですバスを乗り継いで行った時にもう歩いてたんですね最後の駅降りてか駅っていうかバス停降りてかバス停から結構そしたら選手の車がバンバン行くんですかはい乗ってけよみたいな感じで言われてありがとうみたいな感じで。 彼も全然18、19ぐらい若かったんですけどねあありがとうみたいな感じで乗せてもらってあ、ファンじゃなくていつも練習にてるやなっていうで西のれみた西なんて言ってないですよ多分名めなんか覚えてないけどきっとのれよみたいな感じで乗せてもらってあありがとうそこからもう彼は神でしたよ僕にとってなんかあったら毎日よろしくねみたいな声をかけれるしなんとなく練習場でもニヤって笑ったらこんな感じで返してくれるからそういうのなんか非常に嬉しいな そうなんですよ、はい、あの時にもう一つ英語がしっかり喋れて、はい、じゃあ一緒にご飯でも行こうぜっていうぐらいの勇気があればあ<ー>またこう繋がりがあったかもしれないということでベンゲルさんのアスタルがいつまで続くのかっていうそこですか最後の <laughs> そこのテーマいきます、えー、今のうちにやっとかないとあそうですね,ね契約はまだあと一年あるんでしたっけありますね最近でもいろいろ言われてますね危ないですね危ないですね危ないですかどうですか どうなんどうなんですか。でもあれじゃないですか。アースタル終わっても次声かかんないですか。どうなんですか。もう現場なんですかね。だって代表ねチームなのフランス代表とかそっちにはあまり関心がないんでしょう。うやりたいのかな。うん、うん。また、あ、現場に行きたい。マネージャー。マネージャー的な部分があると思うので、うんでも国フランスのためにとかそういうのもあるのかなっても思いつつも、でもあそこまでね長いくやられてたので、はい、どうなんですかね。じゃあ。 スペインンとかじゃ新しいチャレンジが考えられますだからそこはあんまり考えられないですね、うん、僕ここまでやっぱりあのファーガソン監督みたいに、うん、なんだかクラブの中の、うん、まあ上にいてっていう感じになるのかなその後進を育てていくみたいなところもあるでしょうし他のチームのベンゲルさんを見,たいまあ見てみたいですよでも見てみたいですけどあんまり想像やっぱり。 同じですよファーガーさんとこのなな7い期間やるれてなかなかそこが想像できないですよ僕も今その次をやるのかまあねそれは本人、ねうん、もうそうだし周りもイメージしづらいっちゃ今の歯車がうまくいってないのは何ですか同じ指導者として今シーズンのアースナルはでもやっぱバランス悪くないですか全体,な全体的なその解説していただいた時もちょっとやっぱ後ろが、うんうん、重たくなるしまあ今3バックがね、うん で戦ってるのでっていうところもありますけどやっぱベンギルさんの良さっていうかやっぱこの4法4 2だったりとか4 − 2 3 1だったりとかってその4バックの中での攻撃の流動性っていうのがすごく魅力的だし、うん、で守備もその中でしっかりゾーンディフェンスっていうものをこう構築してやって来られた監督なのでまあその中で今3バックやってますけどやっぱり3バックってどうしても攻守が分断されてしまうっていうか攻撃だったら攻撃よくなりますけど守備だとやっぱ守備の時間長くなるっていう、うん、そういう意味ではその流れるような展開っていうのはねあまりこう。 もちろんスーバックでももっと見られるんでしょうけどなんかその選手の今の選手の,あの置いている選手のその特徴を考えると、まあ、そこがあまりこう,うまく機能しているとは言えないですよねというのはちょっと見てて思うんですけどだからそこの今のところってどうなんですかね率直に聞いてみたいですよだからあれだけキャリアがあっていろんな引き出しがある中で、ね、基本に立ち返って,っても、うんまあ、でもあれをやっても,でもうまくいってないとは言わないと思うんですよ <多>分そう苦しい時期もあるしそこから良くなるっていうところはもちろん監督ですからね、うん、そういうことは口にしないでしょうけどだから周りから見てる僕ら,にか,い僕らからはなんかそういうふうに感じてしまうっていうでもこれがだから今はそう思ってるだけで来年になったらまた同じ形でもチームってよくなることってあるじゃないですか、うん、そ,うそういう我慢の時期、はい、だその我慢の時期っていうのが今できないですよねプレミアリーグもそうですビ<う>ン宜のさんに対してもやっぱりもう我慢して<う>まあ周りができて ななくってるわけだからそこに対してもうプレッシャーが半端ないっていうのはねそこがね毎年この時期に去年もこの時期にもうごちゃもうやめろみたいになったけど最終的に4月5月になるとシューッとこう今年はねだから今年昨シーズンだから FA カップ取ってとか最後良かったからじゃ続けてくださいみたいな感じになったじゃないですか今回も最後やっぱりトップ4ぐらいでシュッと終わらないと難しいですよね だから今の1月の移籍のところでまた今、話が出ているところで選手のトレードがあったりとかまあ選手が抜けたサンチェスが抜けるとかいった時にじゃあ残りどうやってチームとしてパワーアップしていくんだというところがね見えてこないとまた選手抜かれてみたいなやっぱりみんなチャンピオンズリーグ出たいという話ですからね。そこのとこここののののとととろろが残りのシーズンのところですごくくく難しくなってくるというか どういうふうにやってくるのかなっていうところは楽しみにはしてますけどねそうなんですね。